Open the window. Wow, so good. White and middle. Okay. 音楽だけで繋ぐ毎日ドータル叩き残す形今日は、リーグ最終節です。グラウンドはね、練馬にありますね。ここ、おじいちゃんちから意外と1時間ぐらいで行けるっていう、大泉、なんとかサッカー、グラウンドです。<laughs> 相手が、ドメンズドゥーメンズちょっと読み方わかんないんだけど。はい。そこで、そこが相手で、7時5分、夜のキックオフというわけで、えー、リーグ最終節ですね。はい。まあ、今週も、 練習ずっとやってきて、まあ、意識したことってすごいあるけど、まあ、一番こう、なんだろうな、感謝の気持ちを表現したいなっていうのがありますよね。もう僕もリーグ戦、ほとんど90分でずっと使ってもらって、なんかそこで、今までのそういう感謝の気持ち、試合で使ってもらったっていうその感謝の気持ちと、まあ、あとはこの本当モンテネグロから帰ってきて、いろんな人とのこの出会い、 うん。もうたくさんの出会いがあって、HBO であ朝練習参加する選手もそうだし、まあ監督、コーチとか、まあ大変性相手もそうだし、こういろんな人とのこう関わりの中で今の僕があるのは間違いないし、その中で成長をね、させてもらったからさ、その感謝の気持ちっていうのを、うん、少しでも今日出せたらなと。うん。もうほんと、90分間ね、走って、 戦って声出してっていう、まあ、そこがやっぱベースだと思うし、その上で仕掛けの部分だったり、まあ、点取る、チームを勝たせるっていうところに繋がってくると思うんで、まずはそのハードワークのところ、あの、しっかりやるっていうところを肝に銘じて、あの、やっていこうというふうに思います。まあ、ほんと、明日のこととかね、考えずに、もう今日ほんと、まあいつも言ってることなんだけど、90分間、うん。 勝つためにチームのためにっていうところをすごい意識してプレーすることがその HBO に対する僕のリスペクトかなというあの思うので、まあ、しっかり行動で示してプレーで示して、えー、今日もねプレーしていこうと思いますはい。 この緊張感これ感じるためにみんなサッカーやってるんじゃないですかね、えー、緊張感のない人生なんてこういう瞬間のない人生なんて麺のないラーメンみたいなもんです今「ん?」って思った人 <laughs> その気持ち声出して吹き飛ばしましょういくぞー <laughs> おととい僕は結婚式だったんでいい連休で終わらせたいので <laughs> <わー S 1> 皆さんご協力をお願いします Street alone, alone, alone Her head was down, face locked onto the phone Bone, and I wished I'd had enough This is Lana Tokyo this Jané My city Lana Tokyo What's up, me? See ya Webe, webe Webe,

終わりと、いうわけで。まあ、試合前にも、ちょっと話した通りで、もうほとんど90分フルで使ってもらったっていうことをすごく、うん、自分の中で感謝してますし、もうほんと毎朝こうね、HBO の練習、まあ品川であるんですけど、もう毎朝毎朝中央線使うんですけど、もう人多いんですけど、全然こう苦じゃないというかね、 すごいやっぱ毎回練習が楽しくて、ちょっとバッテリーが、すま低電力モードにしますね <laughs> 練習がすごい楽しいし、品川もいろんな人がいて、僕、人間観察好きなんで、すごい人間観察も楽しんで、毎朝しててっていう中ですごくこう充実した時間を、HBO を通して、HBO があったから、そういう時間にできたなと思うし。 選手としても人間としてもいろんな人の出会いが成長させてくれたなっていうすごくそこは感じてて、まあ、今日の試合だってこう、ね、たくさんの人がサポートしてくれて試合が成り立ってるわけで本当すごいなんかだろうなリーグ終わって今思うのは感謝の気持ちが一番だなっていうところを感じます。 これから僕は J クラブの練習参加とか、本当、チャレンジし続けますけども、一つここで感謝の気持ちを伝えたかったなっていうのがあって、今、動画も回させてもらってます。はいまあ、そんなわけで、えー、寝ます <laughs> 信じるる決断何か起きるベス

私のターン、えー今がハイライトソロワンカッタスロット今なってるゾットのビートうんナスがうまいうん明日 J クラブの練習参加参加してきますうん緊張は本当に今あのところなくて まあそれこそ本当に、もう動画内でもずっと言ってきましたけども、もう練習試合だろうが、リーグ戦だろうが、うん、練習だろうが、もうトライアウトだもん、と思って僕はずっとやってきて、本当に明日、ね、J クラブの練習参加あるけど、本当に場所とチームが変わるだけみたいな感覚。いつものその、HBO でやってるその、 練習だったり、試合だったりっていうのが品川でやってるじゃないですか。その場所が変わって、で、監督と人が変わったみたいな。なんかその、その感じもうなんか、うん、トライアウトもう18回くらいやってんじゃないかな、みたいな <laughs>。感じなんで、すごい自分の中でも緊張感は今んとこないし。で、やっぱりこのね、思い返すと、ドイツ、僕練習参加させてもらったんですけど、一週間ね。ドイツ五部か。 あの時はね、どちらかというと結構やっぱ緊張してて、まあ新しい国で、もう言葉もわかんないし、っていうので、まあ、飛行機も、ね、で、ちゃんとドイツに着くのかわかんないみたいな。まぁいろんな緊張感あって練習参加したから結構緊張したのもあったけど、あの時はどちらかというと、大丈夫大丈夫俺ならできるみたいな。結構なんかこう、自分を頑張って洗脳してる感じだったんだよね。で、なんであんな感じだったんだろうなって、今ならちょっとわかるんだけど、やっぱね、 そんなやってなかったんだよね、ドイツ行く前の。の練習量もそうだし、その意識のところもそうだし、あとはこの気持ちの面での、うん、準備。多分やってなかったんだなっていう。だって今回、もうほんと明日トラウトあるけどさ、全然緊張してないんだよね。もう、あとやるだけでしょ、みたいな。もうほんとに、練習終わった後、毎、まあ、回練習、1対1、ね、あの、ドリブル仕掛けまくったし、で、 ね、パーソナルで、個別で、ね、そのスプリントのトレーニングもやらせてもらったりとか。で、あとは本、めっちゃ読んで、このね、いろんな考え方の部分とかを、いろんな新しいことを取り入れたりとか。まあ、食事もそうだし、睡眠もそうだし、なんかすべてこう、本当突き詰めて、すごい今ね、研ぎ澄まされてる。スティーブン研ぎ澄まされてます、今。<laughs> そうそう、感覚的にすごい研ぎ澄まされてる。んだよね。もう本当に、うん、フォーカスしてるっていう。 だから、別に、何の洗脳もする必要ない。別に、今までやってきたコードは明日出す。もうそのままやるだけ、みたいな。そう、だから、別に緊張する必要もないよな、みたいな。明日、早く明日にならないかな、みたいな。もうずーっとトライアウトだと思ってやってきて、で、やっと明日か、みたいな。もう、待ち続けたからさ、楽しみでしょうがなかったわけよ、ずーっと。うん。不安も一切ないし、すごい楽しみ。で、日本のね、こう、プロチーム。 で素晴らしいチームで、えー、練習参加させてもらうことにすごい感謝してますし、で、この練習参加するにあたって、えー、いろんなエージェントさんだったりとか、あ周りの方々のサポートがあって、まあ、実現するわけです、すごいそこはね、あの、感謝してます。ありがとうございます。また、あの、HBO で、その、まあ、さっき言いましたけど、自主練を終わ、で、チーム練習が終わった後に、その自主練で付き合ってくれた選手、もう何人もいますよ。もういろんな、 もうディフェンダーたちとし、僕も1対1やりまくりましたから。で、そういう人たち、もうすごい感謝してます。うん、1対1やろうよっつって、嫌がる人誰もいなかったから。そういうところで、あの、ね、すごい、H 秒いってよかったなと思うし。まあ、試合もたくさんできたんで、ね、よかったなと思うし。うん。だから本当に、なんか今思うのは、別に僕一人で戦ってないんだよね。<laughs> チームスティーブン、そのもう H 秒のみんなもそうだし、 トレーナーさんだったり、エージェントさんだったり、ね、家族だったり。そういう人たちがもう本当チームスティーブンだと思ってるから僕は。みんな、みんなが後ろにいるから、いや、一緒に行こうよみたいな。もうそ、そんな感じだから <laughs>、なんか、明日行ってきますみたいな。あ、明日僕行ってきますね、みんな。一人で行ってきますね、みたいな感じじゃなくて、すごい今日もさ、練習終わった後、いや、頑張ってみたいな。すごい、みんなにさ、言われて。 そう、みんなの応援があって僕があるからさ、だす、なんていうの本当みんな、チームスティーブなんだよね。僕一人じゃないっていう。そう。だから本当に、そういう気持ちで、あの、もうみ、皆さんがいるから、もう視聴者の皆さんもそうですよ、もちろんね。うん本当チームスティーブンとして、明日、えー、練習参加したいなと思います。本当一番感謝の気持ちですけどね。感謝の気持ちを持って、も、ま、う、あ、思う存分自分の、 あドリブルの仕掛けの部分だったり、受ける前のこの認知の部分だったり、今までやってきたことを、また表現するだけと、うん、いうところです。はい。じゃあ、また明日、あるので、えー、ご飯食べて、お風呂入って、寝ますというわけで、えー、1日目の練習参加、終わりました。今、家に帰ってきて、 えー、カメラ回してるんですけど、いやー楽しかったなーっていうのが、まあ、一つの印象としてあるんだけど、最初やっぱりね、こう、少しやっぱ緊張するじゃないですか。もう、はめましてだし、その、やっぱさ、監督もスタッフも多いからさ、こう、やっぱすごいね、緊張感がやっぱ最初あるんだけど、まあ最初のミーティングで、強日練習生いるんで、みたいな。僕ともう一人いましたね、キーパーの選手で。で、 初めましてみたいなあ神奈川県出身で20歳でみたいなモンテネグロで2年半プレーさせてもらってでポジションは、ま、左サイドハーフだったりま好意的なポジションですみたいなで、えー、よろしくお願いしますみたいなでそういう話をねしてる時の,その選手たちの表情がすごいねみんな明るくてあのすごい僕がイメージしてたなんか J リーグ クラブっていうのはすごい、なんか、ああみたいな。やれやみたいな。なんかもう、めっちゃピリピリしてて、一つのミスでもなんかもう、めっちゃこう罵声を浴びされるみたいなイメージだったけど、全然そんなことなくて、もう、ほんとみんないい人ばかりだったなっていう印象があります。そう。で、僕の YouTube を見てる人もね、一人か二人いるかなっていう感じで言ったらねほ、ほん、まじで森一切なしで、もう半分ぐらいの人が、 僕のこと知ってて、みたいな。そうそう。あ、のスティーブンじゃねみたいな感じになって、すごい、相手から喋ってくれることが多かったんで、なんか僕としても、練習に入りやすくて、あの、すごいそこはね、ありがとうございます、というところで。え、うその練習、どんな感じだ,だったかっていうと、ま、最初ね、ま、パスコントロールとか、あと当てて落として、裏みたいな。で、ミニゴールつけて、3点は決めましょう、みたいな。 そういうメニューから始まって。で、そこでの印象は、なんか正直やっぱり今まで僕が HBO でこう、積み上げてったその技術の意識のレベルはすごい、<coughs> あの、J リーガーなんか混じっても、全然遜色ないレベルでや、れてたんだなっていうところもあるし、なんなら僕の方が、その、早ポス出してるじゃんみたいな。 のがありました。そのね、一人、スタメン組の選手と、がいたんだけど、同じグリッドに。その選手に、結構早パス、スパーンって出したの。したら、ウェイって言ってましたね。<laughs> いや、ああいうの気持ちいいな、みたいな。そう、めっちゃ早パス。で、しかも、あれだよ。ただ早いだけじゃなくて、もう、意識。もうちょっと、細かく言うとあれだけど、長くなっちゃうんであれだけど、そうそう、スパーンってもう、あのー、いいパスってさ、芝生をこう、 スーっていう、こう、芝生あるじゃん。で、ボールがこう、スーっていう、ボールが引きずられてるぐらいな感じなのよ。悪いパスってこう跳ねたりさ、あの、するんだけど、スーっていうパスを僕意識してて、で、そういうパスとか出したら、ウェーイとか言って、で、その人、その人の人なんだけど、その選手にね、そういうパスとか出して、あの、あ、全然、 技術面では通用するなっていう、う今日一日通して感じました。まあ、ただね、やっぱ強度の部分だよね。練習のこの強度の部分。その本当に、今日も練習1時間半で、えー、まあ、4セッションぐらいしか多分やってないと思うんだけど、その、休みの時間も、もう、はい、1本休みね2本休みねみたいな。もうダラダラしてる時間がない。最初に、監督とかも休みの時間を言ってくれるから、 あ、一分でじゃあ呼吸整えて、え、じゃあ味方と喋って、みたいな。そういうのができるから、ほんとパッパッパッっていう感じなの。で、その中で、強度がやっぱ一個一個高いのね。その、で、パススピードとかはそこまでそのびっくりはしなかったんだけど、その例えば、まあ、ちょっと怖悪戦やったんだけど、その時の横のスライドだったり、あの、戻ってからまたカウンター出てきますみたいな、そこの強度の部分。 とかまあ、意識だよねそこのレベルが高いいなっていう印象は感じましたで結構僕もうーん、今日今帰ってきて疲れたなっていういあの印象があって。でもこれはね、正直分かってたことでもあるんだよね。あの想像してたというか、ドイツゴブで練習参加した時も、まあ、そこは感じたよね。<laughs> もうその強度が高いっていう。だからその、そ強度が高い チームでやっぱやり続けることで、慣れると思うし、これって。その証拠にじゃないけど、帰り道たまたま一人の選手、今日練習参加したチームの選手と会って、その選手も僕のこと知ってたから、YouTube 通して知ってたから、いろいろ YouTube の話とかしたりして、で、いろいろサッカーの話もしたんだけど、今日僕、練習参加させてもらってきつかったんですけど、これって慣れるんですかみたいな。そしたらね、やっぱ慣れだねみたいな。 慣れる、慣れるし、でも俺でもきついよ、みたいな、ポロって言ってたんだよね。今でも俺きついよ、その選手で言ってて。あ、でもやっぱり、その、きついのは変わりないけど、結局、慣れちゃえばできるんだな、みたいな。<laughs> わかりますでその選手も、いや、全然きつくないけどね、みたいな感じだったらさあ、僕が全然圧倒的に強度足りないんだ、みたいな、思うけど、でもその選手もきついって言ってたし、で、練習中も結構ね、小声できついみたいに言ってる選手、結構いたのよで。やっぱみんなきついんだよね。で、きついけど、 その中で、慣れてるか慣れてないかの差だと思うんだよね。本当そこ、そこだけな気がする。正直。うん。日々どれだけ余白がない、うん、感じでプレーできてるか。余白っていうのは、つまりその歩いてる時間だったりとか、ボケっとしてる時間がない中で、その緊張感の中で、プレーできてるかっていうところで、うん、その彼、その選手はやっぱ慣れ、慣れてるから、きついけどできる。で、僕は慣れてないから、 もうちょっと時間欲しいみたいな。だそれっても経験もあるし、どれだけそのレベルの高い環境に入れてるかっていう、シンプルにそこだと思うんだよね。そうそう。だから今日、今日一日の練習でね、その高い強度の中でやらせてもらって、まあまだまだ時間はかかるかもしれないけど、正直ね。うん。でも知れたっていうのはすごい、あの、いいことだなと思うし、うん。いドイツ5分、 でもね、やっぱそこは感じた。やっぱこの環境にいれば俺は伸びるって、いう多分動画で言ったと思うんだけど、いや、それ、そのことよ。<laughs> そのことっす。はい。だからまあ、うん、より高い環境でやりたいなって思いつつも、まあ、やっぱり J クラブの、この今、練習参加させてもらってることに感謝して、すごい楽しんで、うん、あと2日あるので、うん、今日1日も終わったんで、うん。まあ明日も紅白戦やるみたいなんで、 そこでね、うん、ドリブル、うん、ちょっとミスしたいなと思います。ドリブル、今日ね、まあ、でもドリブルも、やっぱその、通用したし、うん、まあファウルで止められたんだけど、通用したし、やっぱ慣れもあるよね。もう何回も何回もその、レベルの高い相手と対峙して、掴めるものってやっぱあると思うから、うん。っていう感じです。はい。 だからいきなりそのね、東京都2部でやってた選手がじゃあ、日本のプロチームのね、練習に行って、じゃあ強度にそれ合わせれるかつってってそこ難しいじゃん、正直ね。そうそうそう。まあ、だ時間がかかるかもしんないし、どうなるかわかんないけど、ほんと食らいついて、あの、やっていこうと思います。もう今日もなんか僕ね、ヘロヘロなのに、ダサいとかめっちゃ言ってて、<laughs> <laughs> みんななんだいつってなったと思うんだけど <laughs> で。でもやっぱきつい中でもやんないといけないからさ。その中でも仕掛けないといけないし。俺なら仕掛けれるし。うん。もうチームの一員だと思ってるからこっちは。<laughs> 今日もね、あ、俺守備行けよお前出せ守備みたいな。3対2のゴール前の攻防みたいなあったんだけど。そうそう。後ろでただ休んでるだけじゃなくて、めっちゃ声出して。 してたら、隣にいたベテランの選手も、こいつ声出してんだから俺も声出さなきゃみたいな感じで、俺が、守備出せみたいに言ったら、おい、行こう行こう守備みたいな、なんか慌ててなんか <laughs>、僕言った後に慌てて、おい、行こう行こうみたいな感じになってて。まあそういうのもなんかね、こう、そういうところでもインパクト残したいなっていう、個人的に思ってたんで。うん。まあ楽しいっすよね。はい。も、ま、う、あ、そんな感じで、もうほんとライオンですよ、僕。あの、はい。 <laughs> ちょっとわかんないけど。どんだけきつくても,もうチャレンジして吠えまくって、暴力を吸してっていう。うん、まあパス出してくれるしね。出してくれるしね、みんな。そう。まあまあライオンになります。明日も明後日も。はい。そんな感じで、また明日に備えようと思います。二日目の練習終わりました。ありがとうございます。というわけで、やってきましたね。 今日のメニューは、体重が結構多かったっていう印象。体人そうそう。最初鳥籠やって、その後すぐいちいちやって、いや、得意種目来たと思って。もうね、<laughs> 抜きまくりましたね。そりゃあそりゃあ抜きましたね、と。もう僕の持ち味そこでしょっていうね、ところはやっぱ見したかったし。うん、だそこを、どれだけこだわれるかっていうところ。もう一対一はもう、 本当に仕掛けまくってみたいなところで。こう左右両方やったんだけど、どっちともまあしっかり抜いて、ゴールついてだからさ、そこもしっかり、あの、決め切るっていうところ、コース狙ってシュート打つっていうところも、まあ意識して、プレーした感じで。結構だから、昨日も言ったと思うんだけど、僕の YouTube をさ、こう見てくれてる人が多いから、なんか <laughs>、僕が最初に1対1やるときに、 あの、よ、スティーブン来た、スティーブン来た、みたいな。なんか、後ろでこうね、囁いてる人もいましたけど。はいで。ちなみにその最初の1対1はカットインしっかりして、決めました。はい。まあだから、そこの面でそうだね。なんか、自分の中でも、J リーが普通に抜いてるやん、俺、みたいな <laughs>、ところを思いつつも、まあその HBO で、HBO のそのみんなと、その1対1やってたところっていうのは、 本当量めちゃめちゃやったから、そこに関しては、まあ、間違いではなかったのかなっていう、うーん、ところは感じたし、まあ、自信にはやっぱなりますよね。それみんな J リーガーなわけだからさ。ね、そこの選手たち相手に、うん、まあ、カットインもしたし、えー、縦突破もしたしっていうところで、まあ、自信にはすごくなりましたと。うん。まあ、ただね、こう、 し、ゲーム形式になって、そこのまあ1対1の部分、ドリブルの突破っていうのは、まあ、何回か出せたんだけど、受け方というか、受けた後のその判断がやっぱりね、こう相手のプレッシャーが後ろから来てるって思って、こう結構トラップを後ろに置いちゃってしまう時が結構あったんだよね。で、僕のサッカー観、今までのサッカー観で言うと、相手が来てるんだったら一回、下つけて、で、もう一回受けな、押して前向きで、 えー、もらいい直すみたたなのが僕の僕中のサッカーだだったんだけど紅白戦が終わった後にその左サイドハーフの人で、まあ、めっちゃドリブル上手い人がいるんだけどその人にいや今日の僕のプレーを見てなんか感じたことありますかみたいなとか、まあ、ドリブルで意識してることありますかみたいなそんな感じの話をしたんだよねうんそしたら、まあ、スティーブンは縦に行けるんだからそれを出すためにはやっぱりファーストタッチを前にやっぱ置きたいよねみたいなそ,うそ,うそこで後ろ 置いちゃうと相手のディフェンスまあサイドバックの選手は怖くないし、そこで前を置くことによって相手は止まるし、みたいな。で、そこで、縦いけるんだから、もう通達タッチとかで立て出してもいいと思うし、みたいな。うん。あとサイドは意外と、うーん、クロスをすぐ上げられた方が、サイドバックはやだよ、みたいなそう。そういう話とか、すごい貴重なね、話を、うん、もらいましたと。そう。まあ、次はだからね、こう、 ボール受けた時に。だから前に置けない理由は、その、なんだろうな。三人目と関われてはいるんだけど、じゃあその、来てるっていう前提でもう探しちゃってるから、そこを、こう、本当に、前置けるかどうかみたいな。前置けるって多分周りの方もね、言ってくれてるから、前向けると思うし、そこはちょっと、次、あの、チャレンジしたいなっていう風に。うん。 感じます。まあ、こんな風にね、なんかこう、プレーのアドバイスとかをさ、やっぱみんなサッカー好きだから、僕も含めて。その、本当にこう、いろんなサッカー感が、やっぱいろんなね、チームで今までやってきた方々がさ、こう、今同じチームでやってて、もういろんな環境、いろんなサッカー感がみんな持ってるから、喋っててもやっぱね、いろんな意見があって面白いんだよね。なんか僕の意見も尊重してくれるうん。その意見もあるけど、でも、俺はこう思うな、みたいな感じの、 会話をしてってさ、こうなんかお互いにこう意見交換して、うん、もう発見しかないよね、いつも。うん。もう僕の良さは多分素直さだと思うんだよね。こういろんな人に話聞いて、今日のプレイどう、僕のプレイ見てどうでしたとか、こういう時ってどうした方がいいんですかみたいな。そういうのを聞けるのって、多分練習生でもあんまいないんじゃないのかなっていう、意外と。うん、結構緊張しちゃって、 縮こまっちゃってみたいなところあるかもしれないけど、僕はもうガンガンそのベテランの選手でも関係なく、うーんそういうプレーの質問とかできるから、そういうところはやっぱ自分の武器だと思うし、で今日でまた自分は伸びだと思うしね、うんうん、サッカー選手として、そう、まあ。とりあえず明日最終日なので、こう、ま,あ、また、なんだろうな、まあ、どうなるかっていうのはね、ちょっとわかんないけども、 こう、う本当に今日の練習で、ね、あの、発見もすごかったし、いろんな人の話を聞いて、うんまあ、ここでやりたいなって、やっぱね、当たり前だけど思うから、うん。まあ最終日、まあ明日試合前で、ちょっと、鳥かごやってセットプレイやって終わりみたいなことを聞いたけども、まあその中でも、あの、吸収できるものは吸収して、アピール、まあ全てがアピールだと思うから、最終日ね、しっかり、 ま、楽しんで、はい。自分の中で、ま、やっていこうと思います。練習参加練習参…練習参加終了 というわけでお疲れ様です。スティーブンです。今は、練習参加終わった翌日。だから、昨日の練習の話は、昨日ちょっと撮影し忘れてて、してなかったんで、昨日の練習の振り返りをしようと思います。まあね、昨日は、鳥かごやって、で、その後セットプレイやって、えー、その後出てない組、えー、に混ざらせてもらって、 3対3みたいな。3対3対3みたいな。ゴール前の攻防みたいなのやって、最後になんかイングランド式のシュートをやって終わりみたいな、えー、トレーニングでしたね。はい。イングランド式面白いね。僕初めてやったかも、ちゃんとやったの。そう。あのかまぼこの中でトラップして、2タッチで打つってやつ。はい。マジで気持ちいいな、あれ。ファー、インサイドで、この、 右側にこう巻いて打つシュとマジで気持ちいいね <laughs>。あれ決めたんだけど、あれマジで気持ちいい。<laughs> まあいいや、そんなわけで <laughs>。えまあ昨日の練習もまあ強度高くてね。やっぱり、そこは自分の中でも、まあ慣れていかないといけないところだとは、はい、感じました。で、練習後、監督さんに、あの、呼ばれていろいろ話して。で、 ま、今回の3日間の練習参加で感じたこととかをちょっと共有させてもらって、僕が思ってることと監督さんが思ってること同じで、なんかそこは監督さんもちょっとびっくりしたというかね、うん、俺が思ってたことと同じじゃないかみたいな感じで言われたんだよね。ま、その、最初にね、監督さんに呼ばれて、明日うい3日間お疲れみたいな。それで今回の、じゃ練習参加で、 まあ、通用した部分と足りなかった部分。自分の、まあ今後伸ばしていかないといけないポイント。まあ、とかあるって言われて。で、足りなかった部分っていうところは、やっぱ紅白戦とかになった時に、やっぱね、僕ね、やっぱ余,余白が多いんだよね、余白。こう、プレイが切れる。その、プレイの連続性がないっていうのは、なんか僕自身も紅白戦でやっぱ入るじゃないですか。 僕だけ、なんか、止まってる時が多いんだよね。周り動いてるのに自分だけ止まってるみたいな。具体的に言うと逆サイドにボールあるとかに、ある時とかに、すごいって止まっちゃうんだよね。ボールを見ちゃう、眺めちゃうみたいな。ことが結構やっぱあって、それ自分でも分かってるんだけど、なんか、ふとした時にやっぱ止まっちゃうんだよね。だから止まるから、その、じ味方が逆サイドで奪われた時とかに、予測してないから、 全力でダッシュして戻んないといけない。そのダッシュ繰り返すからもう、ボール受けた時にはもう息切れてるみたいな。で、そこまで自分の得意なドリブルとか、うん、できないみたいな形が結構あったのね。まあそういうところだったりとか、あとは鳥籠だよね。鳥籠で、うん、やっぱみんな上手いよね。<laughs> 僕もやっぱちょっとびっくりして。まあ一日目二日目は結構、 ま、通用したかなと思ったんだけど、最終日やっぱりね、ちょっとずつ、やっぱ相手もさ、多分僕がど、どこ狙ってるとかを、やっぱ予測してくるから、1日目2日目できても3日目結構引っかかることが多かったね、鳥カゴの中で。そう。で、やっぱりそういうとことかも、なんか相手の動きによって、プレーを変える部分だったりとか、あとボール寄ってギャップつくとか、そういうところがない。 で鳥かごの中でも止まっちゃってるのを感じたし、でそういうところとか、まあ、話させてもらって、まあ通用した部分っていうのは、まあ、1対1の練習が2日目あったんだけど、その時とか全然、あの、ほとんど抜いてゴールしてみたいなところとかは通用しましたね、みたいな。だから、そうね、自分の得意な形に持っていくまでの、うん、動きをもうちょっと工夫して、 どれだけこう予測して早め早めに動いて体力をこう削減というかね、うん、無駄走りを減らすっていうところをすれば、そこすれさえすれば、<laughs> すれさえすれば、そこさえすれば、もう自分の得意な形持ってって、もっともっとうん自分の良さを出せるなっていうところはそういう感じで、まあ監督さんもそういう話をうんしてたんで、非常にこの3日間、 はこれからの僕のサッカー人生に生きると思うしうん、まあ、すごい楽しかっったなっていう、はい、印象がありますとで本当にこの3日間あのいろんな方々のサポートだったりとかあとは監督だったりコーチだったりスタッフの方々がねこう僕を、まあ、受け入れてくれてというかね練習に、ね、参加させてくれたから僕もこういう経験ができてるわけなんでそこはすごい。 ああとあれだそのスピードとか力強さみたいなところも評価してもらいましたねその1対1でうん相手の前入ってく部分だったりとかあの力強さ守備での力強さみたいなところも、はい、評価させてもらってましただからそのトレーナーさんと僕日頃からトレーニングさせてもらってるのは多分皆さん知ってると思うんですけどフィジカル面でのいい評価が得れたっていうのはそのトレーナーさんとのトレーニングの成果かなと思うんで。 まあそれも引き続き続けていって、まあ絶対、まあもっと成長すると思うし、<laughs> そこがやっぱ楽しみだなっていうところ、うん。まあプレイの連続性だよね。はい。そこをちょっと意識して、はい。これから取り組んでいきたいなっていうふうに思います。はい。これからも、えー、僕の応援の方よろしくお願いします。はい。そんなわけで今回の動画はこんな感じで終わると思います。ご視聴ありがとうございました。